ハインリッヒローラーは、スイス人の物理学者。ゲルト・ B ッヒをスカウトして、共に、操作型トンネル電子顕微鏡の開発に取り組み、その業績から B ッヒと共に1986年に、ノーベル物理学賞を受賞した。1933年、スイスのザンクトガ練習で、双子の姉の30分後に生まれた。1949年に、 チューリッヒに転居するまで気ままな田舎暮らしの少年時代を楽しんだ。1951年にチューリッヒ工科大学に入学し、ボルフガング・パウリの下で物理学の研究を行った。彼の博士課程での研究は、ヨルゲン・リッケ・オルセンによって始められたプロジェクトの一環で磁場によって誘起された転移に伴う超伝導体の長さの変化の測定についてだった。 彼の行う測定は振動に非常に敏感であるため街が寝静まった夜中に実験を行わなければならなくなった途中でスイスの山岳不評体に従軍したため研究を中断している1961年にはローズマリーエッカーと結婚してアメリカ合衆国へ新婚旅行に行き ニュージャージー州のラトガース大学で行われていた熱伝導性金属の研究に博士研究員として2年間従事した。1963年に IBM に入社し、スイスのリュシリコンでアンブロス・スパイザーの下で研究を行った。最初の数年はパルス磁場中での磁気抵抗性である混同系物質の研究を行った。その後、磁気位相の研究を行うようになり、 臨海現象に取り組んだ。1974年は、サバティカル制度を利用し、カリフォルニア州サンタバーバラのカリフォルニア大学のアラン・キングの研究室で、核磁気共鳴の研究をした。2013年5月16日、スイスの自宅で死去。79歳没。ハインディヒローラー大豆アット79、A Father of n o Technology。 ロサンゼルスタイムズ2013年5月23日。ありがとうございます。